人選上のあなたと私、初回視聴率は 7.8% と、この前のクールのヘブン極楽レストランの 10.8% とはね、結構水をあけられた形になってしまったものの、第2話は 8.8% と右肩上がりを記録して、今後の躍進に期待感があり、で、ちなみに内容に関しては、ウェブサイトリアルサウンド映画部10月23日付ではこんな解説が、楽しくしてればこっちの勝ちだ。火曜ドラマ G 戦場のあなたと私第2話、大人のバイオリン教室で出会った八重子とリヒトとユキエは、27歳の元 OL、19歳の大学生、46歳の主婦と年齢も置かれた環境もバラバラ。だが元恋人に裏切られて婚約破棄された八重子、兄の元婚約者マオにかなわぬ恋をしているリヒト、夫の浮気に姑の嫌味に耐えるユキエと、それぞれがそれぞれのモヤモヤを抱えて生きているのは同じだった。辛い現実を少しでも変えたい、そんな藁をもつかむ思いでバイオリンを手に取った3人、憧れの曲 G 戦場のアリアを弾けるようになって発表会に出る。あの感情以外前に進めるものが何もないんですと切実に訴える八重子に背中を押される形で、リヒトもユキエも発表会に出場することに。だがバイオリンはそう簡単にはいかない。 G 戦場のアリアに挑戦することさえかなわず、発表会での演奏もボロボロ。だがそれでも同じ壁にぶつかったことによって彼らの絆は深まった。もっと練習する、次の発表会も出ると掲げられた新たな目標には、この3人でという言葉が続くのだろう。ゆきえの言葉を借りるなら、フィールドが違うメンバーではあるものの、バイオリンという面から見れば同じ初心者。年齢を重ねるうちにそれぞれの道を一人で歩いているような気分になるが、このバイオリン教室に来れば同じ山を登ろうとしている同士がいる。そんな心強さが3人の心を温め始めていた。もちろんバイオリンがなかなか弾けるようにならないのと同様に、日常はなかなか好転しない。八重子は好きな人と元気にやっているのかと元婚約者のことをふとした時に思い出し、リヒトは社交辞令をそのまま受け取り、兄の子が生まれたことをマオに告げてしまう。そしてユキエは二人と姑の旅行中に娘のピアノと合わせて練習しようと企画するも、姑が突然帰ってきてしまう。残念な空気が流れるまま練習は早めに終了。わざとだと悔し涙を流すユキエに、リヒトが放ったのが冒頭の楽しくしてればこっちの勝ちだという言葉だった。誰かに自分たちの楽しいをどうこうされたくない。リヒトにはその思いをストレートに表現する若さがある。リヒトに比べて長く生きてきた八重子とユキエにとって、その素直さがくすぐったくもあり、愛しくもあり、そして救われるのだ。時間は常に流れている。大人になるほど立ち止まってはいられないと早く切り替えてみせたり、そもそも傷ついていないふりをしたりと、なんとか折り合いをつけながら前に進もうとするものだ。だがリヒトはそんな大人になった女性二人にまっすぐにぶつかってくる。リヒトに刺激を受けて、八重子とユキエも少女のようにはしゃいだり、思いの丈をぶちまけたり、平凡な大人という仮面を外して生き生きとして話す姿は実に爽快だ。本当に好きかどうかなんてどうやってわかるのか、と八重子がリヒトに食ってかかるシーンはまさに名場面。リヒトにも伝わるように言語化を心がけながらも、誰にもぶつけられなかった思いをこれでもかと投げつける。そう、誰にもわからないのだ。誰がどんな思いを抱えて、どんな風に苦しんでいて、何を頑張っているのかなんて。それぞれの問題とそれぞれの形で向き合って何とか生きている。私たちは自分の人生を動かすことのできる唯一の存在。思い通りに音が出ないバイオリンのような人生を必死に動かしているのだ。そんな人と人とが一緒に生きていく上で必要なのは、人生経験を生かしたアドバイスよりも、味方であることを告げる応援しているの言葉で十分なのかもしれない。立場やフィールドが異なっても、親愛を込めて名前呼びできる同士がいれば、楽しもうと思える仲間がいれば、この難易度の高い人生をのびのびと奏でられるはずだ。ふん。で、ところでね、第3話からは、ゴールデンボンバーのキャン・ユタカが、久住真央の個人レッスンに通う謎の男として登場。本人曰く、
ちょうど出演が決まる直前にライブでバイオリンを生演奏する演出が決まっていて、練習を始めた矢先に出演のお話をいただいたので、ディスティニーを感じましたね。ということで、何はともあれ G 戦場のあなたと私、これからもしっかりと見届けたいと思いますね。はい。